ミさんってスタイルいいから羨ましいな。そんなことはありません。みかんこそ完璧なプロポーションです。うわっ、二人ともいたのか。乙女の着替えを覗くとは、命が惜しくないのですか。あ、ごめん、すぐ出ていくよ。あれ、ドアが開かないぞ。ロックがかかってしまったようですね。どうすればいいの。ロックされたドアを開けるにはスキンシップが必要なんだ。だったらリト、私を触ってよ。ヤミさんにそんなことさせられないもん。いえ、私は。ううん、ヤミさん、いいんだよ。わかりました、ミカンがそこまで言うのなら。ですが言うきりと、一言だけ言っておきます。必要以上にミカンに触ったら殺しますよ。そんなことするはずないだろう。じゃあ行くぞ、ミカ。どうやら命拾いしたようですね、ユキリト。やれやれ、毎回冷や汗ものだな。さて、ひとっ風呂浴びるか。なんだこの煙は。今の煙は何だったんだ。もういいや、とりあえず風呂に入るか。あれ、おかしいな、体が動かないぞ。いっぱい掃除して汗かいちゃったし、お風呂に入ろうっと。ミカ、最近ちょっと太ったかな。ミカ、俺に気づいてないのか。で、俺の姿が鏡に映ってないぞ。一体どうなってるんだ。あ、そうか、これもバグのせいなんだな。だったら元に戻るには。当たり前でしょ。いいから出てけ。
たんだ。トイレが壊れちゃったみたいなの、ちょっと様子を見てくれないかしら。わかった、じゃあ入るぞ。ああ、床が水浸しだ。どうしよう、私のせい？いや、これはきっとトラブルクエスト2のバグのせいだ、間違いない。あっ、扉も勝手に閉まっちゃった。ロックか、こうなったら他に手段はないんだよな。小手側、触ってもいいか？仕方ないわね、今回だけは特別に許してあげるわ。水も止まったみたいだな。でも参ったな、早く根本的な解決をしないといつまでも同じことの繰り返しだぞ。ちょっと紅茶を飲みすぎたかな。トイレトイレっと、あれ、スイッチはどこだっけ。あれ、つかないな、壊れたのか。声ってひょっとして、うわぁ、やっぱり小手川だった。しかもなんて格好してるんだよ。バカ！お茶をこぼして服が濡れたから着替えてただけよ。なんで電気もつけずに入ってるんだよ。それに鍵も開いてたぞ。電気は勝手に消えちゃったし、鍵も壊れてかからなかったのよ。今も勝手に電気がついたし、これもバグの一種なんだな。ごめん、すぐに出るよ。あ、ロックが。ごめん小手川、協力してくれ。しょうがないわね。やれやれ、やっとロックが解除されたぞ。